三号艇川村亮選手です。輸出おめでとうございます。ありがとうございます。さあ準優勝戦はさして一着、見事輸出となりました。え、ここまでの船足の仕上がりについて教えてください。あ、あの受け取った状態で、あの毎日微調整してるだけなんですけど。はい。まあ、普通よりちょっと足がいいかなって感じですね。あ,あ、そうなんですね。今日、うん、はそんなに、ど、どこがいいとかっていうのは、ないです。 はい、うん、バランスは取れている感じですかね。ねそうですね。乗りやすく、あの前田君が仕上げてくれてるんで、えー、はい。なるほど。それを引き継いだ感じです。はい、うん、準優勝戦気になる部分は特になさそうでしたか。かんと足の差ですね。はい、あなるほど。<laughs> はい、やはりいい人との差は感じる。そうですね。うん、ちょっと挟まれちゃいましたね。これ、はいうん、なるほど。さあ、優勝戦当日の作業ですが、何か考えていることはありますか？ んともう少し明日は本当は出足に振ろうかなと思ったんですけど小野君が4五手になっちゃったんで、はい、まあどう,しどうすれば船券に絡めるのかっていうのを考えるって調整したいとは思いますけどわ、はい、かりました、はい、さあ今節スタートの見え方はいかがでしょうかスタートもちょっと難しいですね、うん、今節に関しては正直ちょっと合ってないんですけどはい もうあの12レース1回なら、うん、あ集中力だけだと思うので明日気持ちであのきっちりいいスタート決めたいなとは思いますけど、はいはい、さあ優勝戦3号艇でのレースになりますコースを含めレースイメージはいかかがですかうーんまああの小野君の猛攻を <laughs> 持たせれるかどうか、まあ、3号艇自体は好きな枠なんですけど、はい、明日はちょっとこの並びは嫌だなっていう正直感じなので。えーまあ どうすかね。<laughs> もう自分の戦いですからね, <laughs> ね。まあ、あのバタバタしてももうしょうがないと思うんで、あのなるようになると思って。あのレースには集中し、レースに集中していこうが良さそうな気はしますけど、はい、わかりました。さあ、川村選手蒲郡戦に続き、2。場所連続優勝を狙う戦いとなります、はい、最後にファンの皆様へメッセージをお願いします。はい、あの大村さんはすごい相性良くて好きなんですけど、明日はちょっと。<laughs> なかなか難しいと思うんですけど、まあ、どうやったら舟毛に絡めるかということだけを考えてあ、えー、日た、今日ょうと考えて明日また調整したいと思います頑張ります。